クラスピーチタイムになりました。どなたかスピーチコックの方いらっしゃいますか。安倍首相、この国はですね、まだ原子力緊急事態宣言が発令されている状態です。そんな国でですね、原発の再稼働なんかありえないでしょう。今この国は、1平方メートルあたり4万ベクレルという本来であれば放射線管理区域に指定しなければいけないエリアがおよそ1万4000平方キロメートルあります。これは北関東のほぼ全て、東北、東京の一部までも含むような広大なエリアです。先ほども話がありましたが、年間の被曝線量20ミリシーベルトにまで変えてですね、これだけの広大な土地に乳児、幼児、子どもたち、たくさんの人たちがですね、いまだに普通に生活させられてるんです。あなたのせいですよ、これは。何が再稼働ですか。何が原発輸出ですか。それから食べ物の問題もあります。この国は原発事故がある前はほとんどの食べ物がわずか 0.1 ベクレルほどしか汚れていませんでした。それがまた基準を約1000倍まで変えてですね、今は100ミリシーベルトまでのものは安全だと言って人為的に全国に撒き散らしているんです。それが今の安倍政権なんですよ。絶対に許さないぞ。原発再稼働絶対反対。おい安倍、お前またよ、抗議開始前に逃げて今パーティーやってるやってな、親父のパーティーだってな。お前親父のことあんま尊敬しないでなかったのかよ。一生パーティーだけやってよ。大っかの反対。